おざす、ティーシスンです。さて、今回は久しぶりに BF4 やっていきたいかなと思っております。で、やっていくモードはなんとガンマスター。はい。なんとガンマスターのサーバーがね、動いてたということで、いや、久しぶりにやっていこうかなと思っております。いや、懐かしいな、ガンマスター。俺結構やってたわ。全盛期の頃。OK。はい。で、ルール的には、とりあえず、武器を適当に与えられて、で、自分の意図しない武器、そして意図しないカスタム。で、まずは2キルして、で、それを16回ぐらい繰り返して、最後にね、ナイフで一突きすれば優勝となっております。だから、ルールし、やべ、あ、まあ、知らないか。ルールシステム的に味方も敵なんだよね。はい。で、結構昔、まあ、もう1年以上前かな。で、その時に、まあ、BF4 のこのガンマスターの動画を撮って1本だけ。で、その時はちゃんと優勝もできたんで、まあ、ルール等々、気になる方はね、いれば、多分、今の俺よりもっと詳しく、立ち回りとかルールとかね、説明してると思うんで、気になる方がいればね、そちらの動画もね、ご参照ください。URL を概要欄の方に貼っておきます。昔のガンマさんの動画ね。はい。というわけでやっていきたいが、まあ、俺、復帰勢だから、ちょっと脇とかも忘れちゃってて、かなり不安なところもあるんだが、まあ、できれば楽しんでやっていきたいね。はい。待ってよ。いないか。これなんだこれ？これ LMG で？なんかの LMG。一応次使う武器は、左上に出てるんだけど。あ、M60 か。M60 だ。なんか LMG のシルエットって全部同じに見えるんだよね、これ。はい。さあ、あとはどうだ？このフローズドな、どうなんだっけ？これマップ名もうろ覚えだわ。このマップ脇どこだったっけ？どうなるんだっけ？味方がどの辺にいればどこで湧くんだっけ？もう忘れました。はい。で、こっちから足音っていうか銃声。味方も死んでるし、これ上があるんだよね。こっち行ってない？なんか、いるでしょ。いねえわ。いねえし、ケツから撃たれるわ。あ、このざまですわ。はい。いや、ちょっときつい距離だな。ちょっと、一旦隠れて。うん。LMG にこの3.4倍だろ、俺。このクソカスタムでも、まあ、タップ打ちすれば、4の精度ならいけるはず、OK。で、これなんだ？アバカンか。アバカン、おし、オッケー。ちゃんとバーストになってるね。いや、バーストが強いんだよ、アバカンは。はい。ただし、これ、倍率だろう。3.4倍か4倍かどっちかだろう。いや、中倍率つけたらクソ弱くなるからね、アバカン。反動が上がっちゃうんですよ。まあ、PC はわかんないけど、まあ、コンシューマーきついね。まあ、ちょっときついわ、この距離。ちょっと待ってよ。いやー、頭1個とかね、このアバカンの独壇場なんだけど、倍率つけて、じゃあ、その独壇場も死んじまうわ。で、あ、おられますね。おられますが、ハンドきっついっす。もうちょっと明確に頭出され。よし。OK。で、次行ったね。で、これがデザートイーグル。お前、わかりやすいわ、シルエット。一瞬でわかった、デザートイーグルって。はい。あ、いたね。待って。危ない。さっきの敵削れてなかったら、俺が死んでたね。うん。一発で死んでくれて助かった敵。はい。で、まあ、とりあえず、このデザートイーグル、サブ武器の中じゃあ1、2を争うぐらい強力なんで、まあ、G18 か、このデザートイーグルかって感じでしたね。BF4 はサブ武器。はい。で、まあ、このデザートイーグル、超怪獣がめんどくさかった気がする。俺、諦めたもん。うん。諦めました、私は。で、そこ。OK、次。で、これ、なんだっけ、これ。これなんだ？マジわかんねえ。あ、DMR だ。はい。で、QBU、QBU、一回も使ったことねえよ、多分これ。QBU とかいう DMR。あ、でもなんか一瞬で解除できたわ。位置が良かった。で、これは、銃声でわかる。ミニミ。はい。待てよ。こっちから銃声か？ OK。じゃあ、ここでポジ取って。敵頭一個だね。だから、ここでタップ打ちですよ。いや、もうタップ打ちも自然と出ちゃうね。はい。これなんすか？ なんすかこれ。次の武器見てなかった。これなんだ？まあ、レティクル的に多分 SG だね。SG の、まあ、スラグか、ダブルオーバックか、わかんないけど。まあ、とりあえず、近接戦でやっていけ、ということですか。わかりました。頑張ってやっていきます。はい。というわけで、湧いてやっていきたいが。これ SG だよね。SG だと思う。はい。弾は何なんでしょうか。弾次第で戦い方変わるんだけど。SG って。わかりません。突っ込んでみますわ。はい。あ、これ多分ダブルバックだわ。はい。で、さあ、リロードして。
あ、サイガだね。サイガじゃない。これなんだこれ。わかんねえ。マジで。これなんだこれ。OK。はい、次。次はね、これ、なんだ、QBZ かな。QBZ、なんか中国産の SR、AR か。AR ですね。はい。これの84とかいうやつが、コッドコールドウォーに出てて、こんなんあったっけみたいな感じで使ってましたわ。はい。で、さあ、こっち方向。脇こっちじゃなかったっけ。さすがにそれぐらいわかる俺。この状況だとね、確かこっち側で湧くはずなんすよ。はい。OK です。で、一人やって、まだいるはず。OK です。はい、OK。あ、切る足。うまい。で、おっと。まあ、次の武器に進めて、次は、新生ショットガンの、レミントンかな。レミントンだね。じゃあやっていきましょう。さあ、このレミントン870、割と即死距離が、長大だった気がするけど、天栄ハンターぐらいあった気がするんだよ。どうだったっけ？ OK! よかった。まあ、削れ出たかもしんないけど、うん。あ、でもカスタム次第か、4のショットガンって。ダックビルハイダーとかあったもんね。はい。ダックビルでも弱かった気がする。で、これなんだ ?CZ じゃないな。撃ったらわかるかな。ウンピーだね。はい。UMP45、相性ウンピーです。はい、というわけでやっていきたいが。で、いましたね。OK です。ウンピーは強いよ。まあ、近接戦闘だけは。うん。接近戦だけはね、マジで強かった。こいつ、確か3発キルだった気がするが、待って、 OK です。あ、なんか2人やって。これ M4 だね。M4 カービン。OK。 はい。削れてたんで別にワンショットキルではないですね。確かワンショットじゃない。ワントリガーか。ワントリガーキルは BF4 はできなかったはず。どの、あの、バースト武器でも。はい。で、これは、サプレッサーついてて、高レートで、で、なんか、AK っぽい見た目、アスバル。間違いない。絶対アスバル。この中距離に扱いにくさ、アスバル確定ですね。はい。で、来たね。行ってこい。はい。ほら、アスバル。任して。で、あの距離はまあ、フルブッパでいいかな。OK。で、次。これなんだっけ？あ、そうだ、L115 か。あ、次の武器見てたわ。シレット。OK。で、次は、他に、謎の VC が入って。で、避けられて。なんか弾飛んできたの？あ、そっか。OK。一発当てたぞ。一発当てた。あとは、キル角も1キル扱いだから、やられた。さあ、殺してくれるか、味方が。あ、今トップだぞ、俺。よし。キル角も入った。美味しい。これなんだ？ユニカか。いや、多分ユニカっていうリボルバーなんだ。はい。ユニカであっとんかな？読み方。ユニカ6。うん。なんか俺、マテバモドキって呼んでたんだけど。あの、実況し始めるにあたって、その適当な武器の愛称をつけるのやめなさいってフレンドに言われたから、うん、やめるようになりました。はい、というわけで、やっていきたいが、あ、どこで湧こうか。どこで、あ、そう、湧けねえんだ。どこで湧こうかじゃなくて。うん、完全にこれ脇固定なんだ。固定っていうか、その、まあ、選べねえんだな。チーデスだから。分単位からも湧けないんだっけな。確か。まあいいや。やっていこうか。で、まあ、同じく、デザートイーグルと同じく、威力高い系の、まあ、サブ武器なんでこいつ。まあ、ちょっと距離離れてた方がやりやすいかもしんない。いや、近距離はね、さすがにレートが足んねえわ。うん。近距離、その、突っ込んでいけるのは DE かグロックだけや。うん。まあ、ただし、これは、一発36ぐらい入るから、中距離ぐらいでも3発キルが可能なはず。G18 と違って。OK です。やれたね。さあ次、G18 の話したら次 G18 だったね。これ G18 でしょ。うん。多分そうだ。で、あ、音楽が流れ始めた。これ、誰かリーチかかってるぞ。うん。もう30何キルして、あとナイフで刺すだけのやつがいるね、どっかに。まあ、敵だろう。俺味方で1位だもん。敵が強えな。ちょ、味方、狩られんでくれ、あんまり。俺のために、まずは生き残ってくれ。さあ。とりあえず G18 なんで、まあ接近すれば、まあぶっちゃけどの AR にも勝てるけど、まあファマスとか以外には。確かこの武器の配置テーブルにはファマスは出てこなかったはずなんで、できれば突っ込んでいきたいが、これ脇どこだマジで。あ、いた。あ、やられるか。マジか。向こうが脇？ちょっと待てよ。これどうしよう。あ、行き方あるわ。確かにね、ここ降りたら、ここに橋がかかってるから、そのまま行けるんだね。はい。で、ここから上に上がればね、多分脇だったと思うんだけど、違うかな。
一応赤点はあるんだけど、あ、ちげえ、読み間違ったわ。あ、でもいるっちゃいるわ。敵どこがいてるかわかんない。敵がね、あ、じゃあ味方が真ん中にいるときが一番脇がわかりにくいんだよ。このマップって。あ、いた、あくっそ。4位か。まあ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 、頑張った方でしょ。まあ味方では1位だが、敵にだいぶ大差つけられた。まあいいでしょう。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。まあたまにやると面白いね、BF4 も。はい、では次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あ、多分次は BF5 です。はい。